まあ、引き続きという感じで後編に移らさせてもらうんですけれども、最近のまあなんか近況というかそのお芝居の話はさせてもらったんですけれども、まあ日常的に僕が何してるのかっていうか、どうしてるのかなみたいなのを、まあ気になってくれてる方もね、いると思うんで、そこら辺をちょっと話してみようかなと思うんですけど、まあなんかあんまり別に言わなくてもいいことなのかなっていうか、まあやんややんやそのプライベートなことなんでまあね、必要にこう子供がいることなんでね、ちょっとどうなのかなって思うこともあったんですけれども、心機一転というか、まあこっから僕頑張ってますよみたいな、なんか頑張っていきますよっていうところを伝えていけたらいいなと思って、まあこういう形で喋らせてもらってるんですけども、今その京都にいるんですけれども、僕シングルで子供一人育ててまして、子供二人いるんですけれども、一人は、ママの方にいて、で一人は自分の方にいるっていう形だったんで、まあいるんですけれども、まあそうですねまあ言ってるけど、まあ、世間一般的に言う離婚ですね。また僕2回目させてもらいまして、させてもらいましてっていうか、奥さんと決めて、こういう形になったんですけれども、まあ本当に一般的な形ではないですけれども、家族っていう形は大事にしようって、お互いがその子供のために、過ごそうと、子供のために暮らしていこうっていうところで、決断したことであって、まあ家族的な部分って言ったら、まあ定期的にね、なんかギスギスもしてないし、定期的に会ったりとかして、で子供たちと一緒に食事したり出かけたりだなんだっていうのはしてるんですね。まあね、なんでこんなこと言ってんのかって言ったら、まあどっかでそのうち、ね、また週刊誌だなんだって書かれても、またそれも子供ちょっとかわいそうだったりとかするんで、今はこういう形で僕らのスタイルでやらせてもらってるっていうことを、公表させてもらいました。あとはなんかその近況ですね。もう完全にその180度ぐらい変わっちゃった話なんですけど、まあ、最近アガベっていうものにハマってて、龍舌蘭の、アガベっていうその品種があるんですけども、そこがもうなんかもう最近ハマりにハマっちゃって、生命力というか、もう全然そのいきなりこんななんかこう趣味みたいな話してあれですけど、葉っぱがこう展開していくスピードがものすごくゆっくりなんですね。で目で見て、あ、目離した瞬間に花咲いてたみたいなものではないので、毎日水やりしたりとか、水を今度抜いてみたりとか、光の調整してみたりとか、風を当ててみたりとか、まあ、風はずっと24時間当てっぱなしなんですけれども、なんかそういうのになんか最近はこう愛おしさを感じちゃって、植物とかにそういうのがなんか趣味になってますね。家に20株ぐらいあるのかな。でそれをなんかこうちっちゃいうちから育ててって、話しかけたり音楽聴かせたりとかして、子供と一緒に、子供の株もあったり僕の株もあったりとかして、子供と一緒に育ててますね。でそれがなんか最近趣味になっちゃってますね。結局そのさっき言ったように、子供をもう一人で育てていかなきゃいけないんで、飲みに行く機会とかが減っちゃって、夜全然出れなくなっちゃって、友人とかともね、あんまり会えなかったりとかする時間が増えてるんですけれども、まあそれはそれで楽しく、まあ、成長させてもらえるというか、子供にもいろいろ勉強させてもらってね、まあ自分らなりの家族の形っていうのを作ってるかなとは思いますね。まあ楽しくやれてます。でまあなんかその結構僕はインスタグラムとかで、まあ政治的な発言じゃないですけど、まあ日本の今の現状だったりとかっていうのを発言したりとかしてるんですけど、まあ日本国民である以上やっぱり知識自体はね、こう入っておいた方がいいって、それから先の選択っていうのはその人たちがするべきだと思うけど、することだと思うんですけど、まあ知識っていうか、こんなことが行われてんだ、こういう仕組みなんだっていうことっていうのは、やっぱり今日本
陣も考える時期に差し掛かってるんじゃないのかなって思うので、なんかまあ意識がそうですね変わっていったらいいのかなというか、まあ僕は最初からテレビなんか見ない方がいいっつって言ってますけれども、やっぱり都合のいいことしかね報道されなかったりとかするので、そういう部分も分かった上で、見るというか、そういうツールとして使うというかっていう風になっていったらいいなっていうか、まあ、本当に不安ばっかね煽られちゃってるんでね、すごい苦しい時代だと思いますけれども、こういうふうにやってもそこが来たら上がるしかないので、まあ一人一人の意識でなんか変わっていけたらいいなって思ってます。子供ともそんな話もずっとしてます。もう僕が親でね、なんか良かったなって思ってもらいたいなって思ってますけどね。まあそんな感じの近況でしたという感じで、まあちょっとまた雑談形式というか、ラフに楽しんでやる回とかも作るので、またぜひ引き続き見ていただけたらありがたいです。まあ、久しぶりでしたけど前編後編やらせてもらって、まあ、こんな感じで過ごさせてもらってます。まだまだ健在ですので今後ともよろしくお願いします。失礼します。